サムライ戦隊新剣ンンジャー。サムライ戦隊新剣ンンジャー。サムライ戦隊新剣ンンジャーは2009年平成21年2月15日から2010年平成22年2月7日までテレビ朝日系列で毎週日曜7時30分8時に放送された東映制作の特撮テレビドラマおよび作中で主人公たちが変身するヒーローの名称。ハイビジョン制作。 キャッチコピーは、天下五面。本作品のモチーフは、戦隊シリーズとしては、初となる侍である。本作品の戦隊メンバーはレッドがとの、他がそれに対する過信という設定であり、メンバーの中に、明確な上下関係が存在する。この上下関係と、武士道が本作品のストーリーと人間関係を構成する、基本軸となる。 本作品は和の衣装がふんだんに取り入れられた和風の戦隊となっている。基本装備は刀。変身アイテムは携帯電話が変形した筆であり、その筆で書かれた漢字に宿る力文字から言霊をモチーフしているで、変身や技の使用を行う。戦隊スーツは着物、そしてマスクは漢字を全面に貼り付けたデザインと和風色の強い造形となっており、稽古時及び変身前。 変身バンクも袴姿である。アクションはチャンバーラが主体の時代劇風の味付けが施されていた。折り紙と呼ばれるロボは折り紙をモチーフとした式紙であり、メインの五体はエンブレム型、動物型、巨大ロボへの合体と三形態の変形を行う。また、合体ロボも和風を意識し、追加パーツの合体は鎧兜を装着するイメージで開発されている。 プロデューサーの宇都宮高明が意図した本作品のコンセプトは真面目にバカなことをやろうとするである。レッドの性格設定もそれに合わせて冷静沈着でクールな青年となっており、世界観に合わせて名乗りも動きを抑えた近年にない静かな方となっている。冷静沈着なリーダータイプのレッドは55戦隊冒険ジャー以来3作品ぶり。バンダイの決算単身によれば、 本作品の放送された2009年の戦隊玩具の売り上げは105億円となった。本作品では戦隊シリーズの伝統となっていたフィルム撮影オールアフレコという2つの撮影方式が廃止された。シリーズで長年使われた 16mm フィルムカメラに代わり最新のデジタルシネマカメラレッド1を本作品で初めて採用。これにより フィルム時代の撮影機材やノウハウをそのまま流用しながらビデオ撮影に転換することに成功する。また、従来の戦隊シリーズでは撮影の際に一切音声を録音せず、すべての音声をアフレコで収録していたが、本作品では役者が顔出しで演じる場面のみ、現在の一般的なドラマと同じ、撮影同時録音方式となる。アクションは時代劇を意識したチャンバラであり、 これは本作品の最大のコンセプトの一つである。そのため従来のシリーズと異なり、殺人も切られたら死ぬというリアリティを意識し、攻撃は受けるか、かわすを基本として組み立てられる。また従来のスーパー戦隊シリーズの多くは、巨大化してロボットと戦う敵はゲスト怪人だけだが、本作品はゲスト怪人だけでなく巨大な戦闘員が登場する場合もあり、 切られ、役となる戦闘員多数を相手に真剣ンンーが操る、侍巨人が立ち回りをする、時代劇のクライマックスシーンと同様の点も見られる。戦隊の本拠地となる、志早の屋敷の撮影には、国の重要文化財である、和風建築、旧堀田邸千葉県桜市が使用され、一風変わった印象を与える赤い壁の室内、奥座敷のセットは、 アメリカ人が考えた日本をイメージして作成されている。救急戦隊555以降はアパレル商品を展開するため、戦隊メンバーは揃いの制服やジャケットを着ることが慣例になっていたが、本作品では常時私服を着用する。他方、私服の中に真剣ンンジャーに関係するデザインがワンポイントとして入るなど、より普段着に近い形で、 アパレル商品の展開は継続される。近年のセンタでは寒冷化していたエンディングでのダンスやラストのミニコーナーが配され、次回予告と提供のエンドクレジットがエンディング映像に組み込まれる方式に変更された。具体的にはエンディングテーマを BGM に次回予告とエンドクレジットが流れ、最後に制作会社のクレジットが表示されて番組終了という構成である一部。 オクレネット局では次回予告とエンドクレジットで BGM 差し替え。本作品のみオープニング演出を手掛けた中澤章二郎の意向によりオープニング内でこれまで一定の時間を割いていた戦隊メンバーここの各戦ごとの個別紹介映像とともに各選手のキャスト紹介のテロップが画面に現れるというキャスト紹介がなくなった。さらにクレジット順番も通常 原作、メインスタッフが最初に表記されるが、本作品では最後に表記されている。同時期に放送していた仮面ライダーリケードとのコラボレーション企画として、同番組への出演もしている。現役の戦隊とライダーのテレビシリーズにおける共演は、過去の東映ヒーロー作品としても、スーパー戦隊シリーズ及び仮面ライダーシリーズの 国内放送においては両シリーズ共に初である。第20幕では、翌週、第21幕では、直後に放送される、ディケードにリンクする、C パートが、エンディング前に挿入され、C パートの終了シーンは、ディケードの本編終了時と同じ、ディケードライバーバックルが閉じる描写であり、その後にエンディング、この時は、46時無中真剣じゃあ。 銀幕版が流れる構成となっていた。ストーリー上は、第20幕エピローグより、ディケード第24話本作品、第21幕、ディケード第25話の順になる。また、本作品、第20幕のシーンは一部のカメラアングルこそ異なる、ものの、リード第24話のアーバンとしても使われており、DVD でも、オンエア版をほぼ完全収録している。なお、 本作品のコンプリートブルー、レイボックス2には、リケイド第24話、第25話が、当時の放映順のままで本編扱いとして、同時収録されている。この世とあの世の狭間を流れる三津の川に住む、妖怪、ゲ道衆。下道衆は、遥かな昔から人間たちを襲い苦しめてきたが、300年前、1709年、より、下道衆と戦い続けてきた者たちがいた。 彼らの名は、侍戦隊神剣者。心差し早の当主とその家臣で構成された、侍たちである。彼らは、文字からと呼ばれる、不思議な力を操りながら戦い、仙台当主の時代には、下道州の大将、血祭り同国の封印に成功した。時は、流れに千九年、心し早の元当主を務める心陽し、は、 当初は真剣レッドとして一人で下道衆と戦っていたが、下道衆の本格的な構成が始まることを察知した、後剣役の草壁彦馬は、いずれ一人での戦いに限界が来ることを危惧し、家臣の子孫である四人の若者を招集した。秘伝の技によって特殊な力が織り込まれたディスク型のアイテム、主に真剣丸に装填して回転することで能力を発揮する。 使用時以外は真剣ンンジャーのベルトのバックルに収納される。市販家には多くの秘伝ディスクが受け継がれていたが、そのほとんどが散逸し行方不明になっていた。モチーフは刀のつばで現実に収集家が存在していることからコレクションアイテムに選ばれ、さらに現代的な要素としてデータディスクとしての側面も加えられた。バンダイデザイナーの野中剛氏は前作、 エンジン戦隊ゴーオンジャーのエンジンソールが音声を主としたアイテムであったことから本作品では映像を扱うアイテムとし、またジャパニメーションを和風の要素と解釈しプラキシノスコープの要素を取り入れたとしている。しかし、8コマでは映像のバリエーションを作りづらく、劇中でも演出が難しかったことを反省点として挙げており、ギミックよりも 本編でのディスク交換の演出に助けられたと10回している。スーパー戦隊シリーズでは、銃と剣が全員の共通装備である場合が多いが、本作品では、侍戦隊ということで、共通装備としての銃は所持していない。新剣ンンジャーが所有する最新式の式紙、モチーフは折り紙、本来ならば、池波家イカ侍4、家が、 それぞれ各一体ずつ、心し早が残る折り紙を所有していたが、長い戦いの間に行方不明、譲渡などを繰り返し、初期メンバー5人が継承したものの他には一体しか残ってなかった。いつどこでどのように誕生したのか明らかにされていないが、第19幕で玄太が折り紙を文字のプログラムみたいなものと解釈していることから、 数多い文字の組み合わせを具現化することで生成れると思われ、過去に解析に成功した者が何人かいることが明言されている。操縦席は折り紙を象徴する文字の掛け軸、後日の侍巨人では、シンボルマークが左右に貼られた金の屏風を背後に置き、兜を模した台座が各配色で前方に設置されている。操縦は台座に、 真剣丸や魚丸を差し込んで起動し、必殺技発動時あるいは離脱時に抜く。ほとんどは人間の言葉を話すことが不可能、もしくは人前で発言していないだが、各自明確な意思を持つ。真剣王を構成する5体は、初期メンバー5人がそれぞれ襲名と共に所持。普段は小さなエンブレムの形で携帯され、 大の文字からを注ぎ込むことで折り紙大変化して巨大な動物の姿に変化す。また巨大時でも任意に姿を切り替えることで臨機応変に攻撃、回避を行う。携帯時でも手乗りサイズの動物形態に変形が可能で探査、追跡、牽制として使用可能。基本的に常日頃しまわれているわけではなく、劇中では 折り紙同士縁側などで戯れたりする姿が見られる。初期5体の他に、イカ折り紙とエビ折り紙も普段は小型の状態になっており、ゴールド寿司の鑑賞用水槽にて待機している。企画段階では、初期5体は四角いブロックから変形するデザインが検討されていたが、特撮監督の仏つたの提案により、様々な図形から変形するものとなった。デザインを担当した。 フレックスの菊池和弘は和風つながりから自身が以前に手掛けた仮面ライダー狂気のディスクアニマールと同じような楽しさを意図したことを述べている。折り紙を合体させた巨人。基本の合体コードは侍合体。感想による合体コードは侍武装。第二幕より登場。獅子、竜、亀、熊、猿の五体の折り紙が豪の文字からを受けて、 侍合体した、侍巨人。人型の姿になった後、手に取った兜を身につけて完成。真剣王を天下統一の発生を行う。童話では、真剣ブルーが間違って、死り紙以外の四体を、エンブレムモードのまま、下から順に、熊、竜、亀、猿で合体させてしまったというハプニーンも生じている。武器は、鉄も切れる、特殊合金。 試験レス構成の巨大な日本刀大神剣と特殊合金、試験レス構成の円立て、秘伝シールド、合体を一時的に解いたり、合体したまま折り紙を変形させての柔軟な攻撃も可能。それらを用いた技は、獅子折り紙の口から炎を吐く、竜折り紙を収縮させてジャンプする、亀折り紙を分離させて攻撃する亀、天空剣。 猿折り紙を分離して熊折り紙で蹴飛ばす熊、三角蹴り、両腕をエンブレムに戻した文字からのビーム。必殺技は操縦者が真剣丸を振りかざし、これと連動して残の文字からを込めた大真剣で円月にりを放つ大真剣侍切り。発動には必ず五人揃っている必要はなく、第十三幕ではピンクイエローのみで発動した。なお、 真剣王の状態から苦戦することはあっても敗れたことは一度もなかった。2011年公開の劇場作品、豪快ジャー5世ジャースーパー戦隊199ヒーロー大決戦にも登場。兜の形状は折り紙の兜をモチーフとしている。デザインは胸が斜めになっているのが特徴で、前作ゴーンジャーのエンジン王がスラントノーズの車両を胸に位置していたことや、 顔が小さく、下から見上げると見えなくなることなどから、この形状が採用された。第十幕より登場。カブト、カジに、トラの三体の折り紙が、号の文字からを受けて侍が体した、鳥型の式紙。頭部を分離したトラ折り紙を中心に、変形したカブ折り紙、カジキ折り紙の胴体がそれぞれ両翼として合体し、カブ折り紙の両足がカブ折り紙、 カジキオリカミの外側面に、パラオリカミの頭部を装着したカジキオリカミの尾びれが、おハとしてそれぞれ合体し、パラオリカミの尻尾が変形した円形の前立てを、装着したカブトオリカミの上角が頭部として対する、ことで完成する。高い機動力を誇り、高速で急旋回するなどアクロバティックな動作も可能。空中戦だけでなく、地上支援攻撃もこなす戦闘攻撃機的存在。 武装は、両翼のブと折り紙、カジ機折り紙から放つビーム。必殺技は、秘伝ディスクのエネルギーを放出することで上空に、出現した株と火事に虎のゲートをくぐり抜け、猛スピードで急降下しながら、体当たりを仕掛ける大天空大撃突。神剣王の背中にドッキングする形式で、皇術の天空神剣王,王となるが、 真剣ブルーのミスで泣き泣き手の背中に合体したことがある。前作、ゴーオンジャーでは、人型ロボットが多かったことから、否認型の合体形態となった。第二重幕より登場。エビオリカミが変の電子、文字から受けて侍変形した侍巨人。ゴールドが単独操縦する。操縦席のエビディスクを回転することで東、西、南、北の電子。 文字からを持つ4形態に、形可能。変形後、それぞれの形態にちなんだセリフを発する。秘伝デ,ディスクによる変形ギミックは、真剣ゴールドのイヤー一切のイメージから素早く、形態を切り替えて戦うことを想定し、秘伝デ,ディスクの新たな遊び方として取り入れられた。第28幕より登場。第27幕の一件から一時的に素子恐怖症で、 変身できなくなったゲンタが自分の代わりに戦う存在としてゴールド寿司の超鎮に侍の電子、文字からを込めて制作した小型侍巨人。超鎮、十手といったおかっぴきをイメージして作られ分割して手持ち装備として使用可能。装備時の技は十手に力を集中して繰り出す第五用十手打ち。大の文字からを込めた外部入力。 コマンド第5用大変化によって通常サイズのサムライ巨人としても機能する。真剣ンンジャーの名乗りに参加したり、第48幕ではゲントと共にタケルに命を預けると宣言するなど、劇中では真剣ンンジャーの一員として描かれている。他の折り紙とは別にあらかじめ多くの言語を喋るようにプログラミングされ、 侍たちのセリフから誕生から時間が経つにつれ、ボキャブラリーも増えている。他の面々も自我を持つが、基本的に音声を発しない。作成者の玄太以上に、江戸まりが強い。玄太のことを、親分と呼んでしたい。彼と寿司を馬鹿にした者には強い怒りを見せる。また言葉と,と同様に、竹のことは、殿様と呼ぶ。一人称は、オイラ。手刀による。 格闘戦を得意とし、体を発光させて、敵の目をくらませる。第5用大戦光、全身を回転させて連続チョップを繰り出す。第5用大回転を使用可能。蛇腹状の腹部は空洞になっており、秘伝ィスクを収納可能だが、ディスクが詰まると動けなくなるという弱点を持つ。腹部を縮めて回避も可能。必殺には、腹部から、 秘伝ディスクを乱射して、敵を切り刻む秘伝ディスク乱れ打ち。サムライ戦隊シンケンジャー VS ゴーオンジャー銀幕バング、では偶然にも唯一謎の戦士たち、天層戦隊ゴセイジャーの活躍を見届け、ゴセイイエローに可愛い超鎮さんと言われる。天層戦隊ゴセイジャー VS シンケンジャーエピックオン銀幕では、ゲントと共にフランスから帰国する。また、 サムライ戦隊シンケンジャー VS ゴーオンジャー銀幕ングの時と同じように迷って C 海賊戦隊ゴーカイジャーの活躍を見届けた。海賊戦隊ゴーカイジャーでは転送戦隊ゴセジャー VS シンケンジャーエピックオン銀幕の裏エピソードにあたる第40話に登場。企画段階ではレッドの新装備として予定されていたがレッドの強化アイテムとして インドーマ丸が追加されたため、ゴールドの装備となった。秘伝デ,ディスクの収納装備として発送され、ディスクを組み合わせて、ロボットになるという案も存在した。ちょと十手というモチーフは、六人目のモチーフ候補として、おかっぴきが上がっていたことの残である。当初、退職は黒で想定されていたが、猛牛だよと被るため、ゴールドに用いられている紺色となった。 変形ギミックは、星座をイメージして、足を折りたたむ予定であったが、都合により取り外して組み替えることとなったため、真剣王との互換性が加えられた。第33幕より登場。牛折り紙が侍変形した、侍巨人。主にレッドが操縦するが、第40幕では負傷したレッドの代わりに、ゴールドが操縦した。牛折り紙のパワーをそのまま引き継いでおり、走行。 腕力もこれまでの侍巨人を上回る。武装は、両剣部の旧連装砲、猛牛砲と右手に保持するバルカン砲。台の文字からを込めて巨大化させた猛牛バズーカを使用することもある。必殺技は、左脚部の牛ディスクを蹴り上げて頭部に装着し、それを高速回転させることによって放出されるエネルギーと右腕のバルカン砲から、 たけしの文字からを込めて放つエネルギー弾を同時に浴びる、猛牛大回転法。サムライ派王の合体時にパーツを分割するため、牛折り紙からの変形ギミックはほぼ直立させるだけとなった。主演の松坂は、本作品が俳優デビューであり、ドラマ初出演でありながらの主演企業であった。個々の個性や特技も役に反映されており、森田が京都出身であることから、 役の話し言葉も、標準語か、京都弁に変更され、書道5段の腕前を持つ高梨は、作中でも達者な筆使いを披露している。また、フラメンコギターを得意とする、草壁彦馬役の伊吹五郎は、エンディング映像でギターを披露している。カッコ内は、出演話数、プロデューサーには、本シリーズに長らく、サブプロデューサーとして携わった。 宇都宮高明が初めてメインに昇格。脚本家は、前作、エンジン戦隊ゴーオンジャーからは一新された。脇を固めるスタッフは、メインライターに、小林安子、メイン監督に、中澤翔二郎、キャラクターデザインに、篠原保つといった、主力級の面々が揃えられた。他に演出人では、諸田里が仮面ライダー W へ移動することに伴い、その後任として、 加藤博之がローテーション監督に昇格。また、第34幕より、長関高男が、救急戦隊、555ラ10年ぶりにシリーズの監督として復帰したり、終盤にはこれまで、ライダーシリーズでの活躍が主だった、柴崎高之が初参加するなど従来とは違ったメンバーも起用されている。劇とも音楽は、作曲家集団、ヘルシー・ウィングーズの一員として、 爆竜戦隊、アバレンジャーに参加した高木洋が戦隊シリーズを初担当。日本コロンビアプロデューサーの八木人氏は、前年に高木が担当したテレビアニメ、タイタニアの音楽にしである、羽田健太郎のイメージや作家性を受け継いでいると感じたことを起用の理由に挙げいる。前編通して、放送会のカウントは、大幕、サブタイトルもすべて漢字での表記で統一。 カッコ内のひらがな表記は読みがな。作中では一文字だけ、赤文字、リスト内の太文字部分で表記される。登場怪人のリンク先は、モチーフとなった妖怪に当てている。一式正人と作、テレマンガヒーローズ4、午号に、第1幕、第17幕、銀幕版を掲載、スーパーヒーローズ4サムライ戦隊真剣ンンジャーゴーオンジャー編として、単行本化。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。